はい、皆さんこんにちは。久しぶりのゆうジャムレポートです。待ちに待ったという感じで、シルクのバージョン2というのが先日発表になりました。シルク2というのは V2 仕様と言いまして、ここ 1、2 年でどんどんゆうジャムがアップデートしています。ミディをドラッグ&ドロップできる、そういう機能ですね。それをつけたことと、やはり一番の目玉というのは、僕は音が良くなっていること、それが案外重要だと思いますし、ユージャムの専売特許でもあるフィニッシャーという機能ですね。それらが出てきて、とってもバリエーションのある音楽が作れるようになった。そこらが今回のシルク2の目玉だと思います。今日はその辺のところを深掘りしていきたいと思います。今画面にあるのは僕が使っているスタジオ1プロ、これのバージョン 6.5。 先日僕のお友達が1週間ほど前ですね、アップデートをすると全くプラグインとかが認識しなくて、そしてファイル自身が開けないというようなことが起こったので、僕はしばらくちょっとアップデートを様子見ています。皆さんも不具合のある方とかはないでしょうか？もし不具合が気になったというような人がいましたらですね、古いバージョンのスタジオ1というのをダウンロードできるようになっていますので、それらをダウンロードしてインストールを上書きするようにすれば治りますので、もし調子の悪い方はそのようにしてみてください。スタジオ1のちょっと情報でした。では早速やっていきますが、このシルクというのは VST2 と VST3 があります。スタジオ1のユーダーさんは特に VST2 を使うといいことがあります。それは一番上のトラックを見てください。 MIDI が何にも書かれていませんが、この画面の右下の方にフォローコードというのがあります。いわゆるスタジオ1のコードトラックをここで見に行ってですね、そのコードで演奏をするというのがありますので、トラックに MIDI データがいらないんですね。これはシルクの VST2 でしかできません。ここにシルク2というのがありまして、下を見ると VST2 というふうになっています。はい、その上の VG シルク2を選択しますと VST3 というふうになっています。ですからどちらを使うかは皆さんのご自由ということになるわけですけれども、僕はフォローコードを使いたいときはこのように VST2 の方を使ったりしています。もうシルクの使い方というのはご存知の方もたくさんおられると思うんですが、初めて見られる方のためにお話をします。ユージャムのシリーズというのはほとんどのソフトでそうなんですが、コード進行を与えるだけでいろんなフレーズを自動演奏してくれる、それがシルクのいいところです。ちょっとやってみましょう。そしてスタジオ1以外の方もおられるので、ここでこのようにコードトラックを選択しまして、それを下に下げるんですけれども、今プレイヤーモードというのになっていて、そしてこの右側の鍵盤が C3 から始まっています。ということはスタジオ1の場合特にですけれども、どの高さに MIDI を書き出すかということなんですが、ここでオクターブが5というふうになっています。5というのはこれが C3 より上にコードを展開するという意味なんです。いわゆる自分の目的の高さプラス2のオクターブ指定をするとちょうどいいようになります。これを下のトラックに引っ張ります。このようにコードになりましたね。これを見てみると、ここにありますように C3、 これより上のところにですねコードが展開されました。ここから下はスタジオ1の場合色が茶色くついていますが、これキースイッチエリアになりますので、キースイッチエリアの上側に配置をしないといけないということです。そうしまして、これで音を鳴らしてみます。
こんなような音ですけれども、ちょっとエフェクトがかかったような音が鳴っていると思うんですが、それはここでフランジャーというのが入っているからです。ここのストンプボックスを切るとですね、かなりノーマルなガットギターの音になります。はい、こんな風に演奏ができるわけです。このアルペジオのパターンがもっと他のがないのか、あります。ここにですね、こんなたくさんいろんなパターンがあるわけです。これをちょっと変えてみましょう。このリストから一つずつ変えてもいいですし、ここの矢印で変更していってもいいです。ちょっとやってみましょう。はい、このようにどん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 フレーズを変えていくことができるわけです。そしてこれだけのパターンしかないのですかということなんですが、実はそうではありません。これかけるここの1オクターブ、これでパターンの掛け合わせができるようになっています。じゃあここをどんどん切り替えていきます。このようにこのスタイル×1オクターブ分のパターンがあるのと、そしてその左側の2オクターブ、これがコモンフレーズと呼んでいまして、いわゆる一般的な音が鳴るというようなものです。こちらの方で選択をしてみましょう。はい、実際はこんな風に手動でですね、こんなことを変えることは現実できません。これはどのようにするかというとですね、実際のMIDIのトラックにこれを入れていくということになります。まずはこの上のMIDIを結合しておきます。そしてここにですね、いろんな演奏パターンを書いていきます。そして半分あたりのところでまたパターンを変えてみましょう。このように入力することで途中で演奏パターンを切り替えることができます。はい、コモンフレーズの方も入れてみましょう。オクターブ下のこの辺のところで切り替えてみますね。はい、途中から鳴らしてみましょう。このようにして現実の曲作りの時はこちらの方のキースイッチのところに音符を置くことによっていろいろ演奏スタイルを変えることができるということです。この部分を消しておきましょう。頭にだけスタイルを登録しておくといいんではないかなと思われます。じゃあここのスタイルを途中で変えたくなったらどうしたらいいですかということですが、はい、ここを切り替えたりするのは画面の左上を見てください。このリストを触ったら
1VG シルクの 4BPM アワーライフというふうになっていますよね。ここでオートメーションをできるようになるということなんです。 DAW によってオートメーションの仕方はいろいろ変わりますけれども、ここでこのようにドラッグ&ドロップしておくと、このオートメーションで音を変えるようなことができます。例えばはい、2小節目からはこんな風にしてとかいう風に切り替えていくと変更ができるようになっています。ですからちょっと聞いてみましょう。はい、今全然良くはなかったですけれども、演奏スタイルが切り替わったことが分かっていただけましたでしょうか。ちょっとオートメーションは切っておきますね。こんな風にどん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 切り替えたりできるわけです。もうここの中の音作りは皆さん自分の好きなようにいじってくれたらいいです。左端のブレンドというのはギターの弦の中央の方で弾くのか、ブリッジ寄りの方で弾くのかとかいうようなことをこのようにして切り替えることができたりします。そしてここはファインチューニングといってですね、1音の中の微妙なチューニング、それを変えたりすることもできます。音色であったりとか、あとは先ほどやりましたストンプボックス、いわゆるエフェクトボックスですね。そしてフィニッシャーと言われる、これもエフェクトの一種です。そういうものを切り替えながら、ここは自由な好みにすればいいわけです。それを好みと言ってもわからないな、そんなこと言われたら困っちゃうなというような人はですね、ここでファクトリーセットの中にポップス用のいろんなギターパターンとかですね、ダンス用のパターンとか、エレクトロニックというような感じのシルクとは少し違うような音作り、そういうようなこともできるようになっています。ちょっとこれをやってみましょう。どんな音になるか聞いてみましょう。はい、なんかもうアコースティックギターとは程遠い感じになりましたよね。ここでフィニッシャーとストンプを抜きます。はい、こんな感じです。じゃあここで、はい、これ最初ぐらいなんですけれども、このようにします。そしてシルクの使い方でチップスというかヒントをお教えします。僕は案外シルクを全く同じように2つ入れる場合が多いんです。そしてこれをパンでこのように振ったりしながら、なおかつここにこの2つのトラックをまとめたまとめバスですねがありまして、この2つはバス1、バス1となっておるようにですね、ここに流し込んでいます。そしてここで D ワイダーというですね、ドーテックさんの左右の広がりを変更できるような、こういうようなものを使ったりしながらですね、ステレオでシルクを使うというようなテクニックを使うことが多いです。今2つオンにしましたから、これで聞いていただきましょう。そしてここでポイントが、2つ目のトラックにはコードがないということです。でもスタジオ1の場合はここでフォローコードをチェックしておくことによって、何もないのに演奏ができます。はい、こんな感じですね。上をミュートします。こういうような使い方もいいでしょう。そして次にソロギターを弾きたいとき、いわゆる間奏でシルクを使いたいとかいうような時がありますよね。この方法なんですけれども、一番今日は簡単な方法を言います。それは
同じプレイヤーモードでですね、この D0、これをチェックを入れておくわけです。そしてここがコードかノートかというところでノートを選択しておきます。そしてちょっと前もって演奏しておいたんですけれども、簡単なフレーズがあります。こうすればどんな風なソロが弾けるかというとですね、はい、今ものすごく響いてますが、これもエフェクトを切っておきます。もう一度、はい、これで3つ合わせます。このようにソロギターが弾けるようになるわけです。全然難しいことはないですね。このようにメロディーを書けばできるということです。そして、まあ仕上げたりするのには、今日のお話とは余談ですけれども、最近アベンジャーを手に入れましたのでですね、このアベンジャー、これを使ってシーケンス、ここの中とかでやればですね、鍵盤の半分から上の方、これはコードを弾いておいて、下の方ですね、この辺のところ、はい、こんな感じにリズムセクションが指一本で弾けるわけです。ベース音がですね、ちょっと変わったりしていますので、正確に言えばコードのルートのところを弾くのがいいと思います。はい、ちゃんとこうベース音が入ってしまってますのでですね、正確な言い方をすればですね、ここに音を入れていくときに一小節ずつ入れていきます。最初は C ですから、はい、ちょっとここもうちょっと広くしておきますね。次が Am ですから、はい、そして F、 また C、 Em、D マイナー、 A マイナー、 G、 はい、こういう風にルート音を引っ張っていくと、より正確なリズムセクションを入力することができます。じゃあ聞いてみましょう。どうでしょうか。こんな形にシルクをうまく使ってですね、アレンジをしていく方法というのをお話しさせていただきました。シルクのトラックを3つ使ってですね、あとはリズムセクションの代わりに VPS アベンジャー、このシンセサイダーでリズムセクションを作ってみました。ご視聴ありがとうございました。そして今は AVA というですね、AI の作曲ツールが僕の中でマイブームになっています。あと、もちろん素の AI。これらとですね、チャット GPT の GPTs、ここらを組み合わせて AI とかそういうものをどん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 展開していますので、新しい音楽の制作方法というようなことが気になる方は、チャンネル登録などもよろしくお願いしたいと思います。じゃあまた次の機会に。またねー。